インファー。ああ、ダイマックスしといてよかったな。これは一発で飛ぶでしょ。弾か。もともと耐久ない上にインファで B が下がってるんで、ストーン。はい、こんにちは、ショウタです。ポケットモンスターソードシールドの今日もね、カジュアルマッチで、今日はポリゴン2を使っていこうと思います。まあ、周りの並びはちょっと昨日までの動画と、ほとんど一緒っていうか全く同じなのかな、並びは。だと思うんですけど、まあ、ポリゴン2はね、ラッキーが入ってた枠にポリゴン2を入れてきました。で、ラッキーと違って、ステロがないんですけど、で、特殊体験もラッキーの方がいいんですけど、ポリ2は、身代わりのあるゴーストタイプにちゃんと打点を持てるっていうところで、地球投げしかないラッキーと違ってね、冷凍ビームと放電とか、シャドーボールとかも場合によっては持ってたりするっていう、まあ、良さがあります。で、相手はレントラーが入ってんのか、ひどいでポリツで受からないのはレントラーはちょっときついかな。物理だよね確かあれ。だからちょっとしんどくて、ドラパルトはポリツで完封できるでしょ。で、欲張りすの腹太鼓もちょっとうざいから、ドヒドポリツヌオーとかなんじゃないかな。これでいきますか。アーマーガーに対してもドヒドイデとヌオーって投げてるんで、まあ、絶対に負けなくてって考えると、この辺なんだろう、きついのは。まあゴリランダーもそんなに苦しくはないし。さて、ちなみにレントラー、はいはいはい。ちなみになんだけど、レントラーの電気技土俵で耐えるのかな。耐えるんだったら必死を撒いちゃえば勝ちだから巻きたいんだけど。どっちかで技見ますか。積まれても裏ヌオなんで、問題ないですね。あー、ダイマックス切ってくるんだったら、これ見てからヌオにしたらいいかな。まあ、トーチコ一回押して、安全、安排行動で、って正解だったね。はい、レントラ、ダイマックス。多分まあ、第3打なんじゃないかな、初手でダイマ切って。突っ込んできてるってことは。第3打。40。まあワンチャン落ちてたかな。ワンチャン必死負けてたけど、まあそういう危ない橋は渡らないんで、これはこれで OK と。で、これで裏の脳に引きますか。第3打連打してくれるって作るけど、まあ十中八九交代読みなんだよな、ここは。ナックル。まあナックルはいいかな、全然。そんな入んないよね。で、攻撃力アップも、まあヌオには通用しないっすね。まあ再生でダイマックスターンからしますか。ダイスチル。地震読みとかなのかな、わかんないけど。まあ、ヌオもこれで元通りになりましたね。実質ダイマックスをタダで消耗させたっていう感じなんですけど、ここ毒打つか熱湯打つかだな。突っ張なら迷わず毒。まあ、誰が来ても毒でいいか、一回。バカリキー。どんぐらい入る？まあ、そんなもんか。OK、当てんの偉いね。ちょ、やばい、これ、ドヒドヌ王が強いだけになってないか？ポリツを紹介したかったんだけど。ここは再生でいいかな。多分裏に引いてくるかな。引いてくるよね。だったらまあ毒を押すのが正解なんだけど、ああ、ガだったら再生でよかったね。そうそう、こういう場合があるから、あ、プレッシャーなんだ。へえ。まあ、ここは熱湯で焼いてしまえば OK ですね。
ちょっとドラパルト出してきてほしいんだけど。挑発。まあこっちドヒドヒと無限にくるくる回せるんで、何も怖くないっすね。オッケー、一発で焼ける。このアーマーがさ、ボディプレイないやつだよな。ポリツイ引いて、放電撃っちゃうか。ね、多分 HB の方が、B の方が厚いはずだから、ダウンロードで、C が上がるんだよね。あ、オッケーオッケー。目安ね。まあ、素の放電がどれだけ入るかっていうところなんだけど。10万だとな、もうちょい火力出るんだけど、まあまあ、しゃあなしっすね。挑発。それは全然 OK で。火力もあるな、ポリツ。強えわ。多分これ押し切れる雰囲気じゃないかな。相手は無限に花休めはするのかな。ああ、花休めか。これだったらネットで焼くより先に放電で麻痺狙いに行った方が強いんだけど。ただ羽休めゴリゴリ使わせれるんだったらそろそろいいか。 PP がね、放電増やしてないんで一緒なんで、羽休めとほぼ一緒なんで、霊火を押さなきゃダメかな、この辺で。相手もう一回跳ねしてくるからね、こっちの。まあ跳ねを押すしかないんだけど、相手は身代わりを残す選択肢、まあ不要か。放電でハガツバー、まあこれはあんま変わんないですね。焼けてるし大して入んないんで。落ちるかな。オッケーオッケー、いいね。でアーマーガーも処理と。でね、ドラーはヌオに引いて大丈夫ってことがもう分かってるんで、まあラスト1体が何かっていうところですね。カマス城。カマス城。カマス城。第3打で。このね、ポリゴン2のダイマックスがめちゃくちゃ強くて、進化の奇跡の能力アップって、ダイマックス状態にも乗るんですよね。なんでヒットポイント2倍で、防御特防 1.5 倍っていう、かなり、かわいいなぁ、ポリツ。すげえ好き。今回ちゃんとダイマックスアメもね、忘れずに食わせてきてます。インファー。あー、ダイマックスしといてよかったな。これは一発で飛ぶでしょ。弾か。もともと耐久ない上にインファで D が下がってるんで、ストーン。すげえ。いいね。多分、受けループとか受け回しに特化したような構築だとラッキーが入ると思うんですけど、まあ普通の対面構築的な、受けループじゃないって言えばいいのかな。その、攻める構築に、まあクッションとしてサイクル回す要因だったら多分ポリツすごい入ってくると思いますね。ダイマックスしても強いし、再生で複数回投げれるしっていうところで、かなり強いですね、このポケモン。バカ力も耐えるんじゃない？耐えるよね。オッケーオッケー。次のバカ力はさすがに耐えないけど、ワンチャンこのダイアイスで飛ぶんじゃないかな。あられと毒で。あー、ギリ届かないぐらいか。まあまあまあ、いいでしょう。これで、まあ持って勝ちかな。次毒ダメもうちょいでかくなるし、大ウォールで勝ちっすね。バカリキこれでギリギリ届くかな。届かなくても別にヌオ引くんでいいんですけど。あ、届く。オッケー、ピタリ賞。ポリゴン2結構期待が持てますね。多分すごい出てくると思います。いやー、ポリツとラッキーどっち使っていくかがね、僕は迷うところですね。じゃあ、GG。